今回ズームをつないでいろいろお話を伺っていきたいと思います。じゃあ塩辛ちゃんよろしくお願いします。おっしゃー、ね、お願いします。どうもお願いいたします。どうもテコでハンバーグ職人です。いや誰やねお願いします。ね、自己紹介します。頭の毛は常に短く、皆さんとの距離は短く、そして初恋の時間6時間短く、どうもシャッカラちゃんです。おっしゃー、それはおっしゃせー、よいしょー。群馬県の高校生ギャグです。お願いいたします。いや終わりが分かんねえわ、終わりが。一応お笑い芸人を目指している高校生っていうことで、はいはい、いろんな方がまあ応援してくださるんで、やっぱり本当に、うん、プレーン、フレーン、片足上げたらグリカウという形で頑張っていきたい、うん、モテたいとかないの？いやもうモテたいとかはもう正直もう結婚とかそういうのしたくないっていうの。別にあの結婚はいいかなっていう。ああ、お笑い好きにはよくあるやつだな。お笑い好きの未成年によくあるやつだ。女とかじゃねえってことだよな。そうですね、もう男として見てるっていう。どういうこと？女を男として見てる。もう男です、もう。何を言ってんの？もう。あの女の中の男です。あの何を言ってんの？ひがみにしか聞こえないんだけど。いやいやいや、そんなこと、もうあのこの塩辛ちゃんワールド、この世界、ああこっち側の世界ではもう女性の方は男っていう形の認識、ね、塩辛ちゃんっていう名前はちなみに、はい、どういうあれで、これまあこのまあ深いあの理由とかないんですけど、本当もう偉いんですよ、もう本当に、うん、まあたまたままあなんか芸名なんかないかなとか思いつつ、まあ普通に過ごしてて、まあなんか喉乾いたなっていう形、まあこの冷蔵庫のドアこれパカッて、うん、開いて、それでまあその開いた瞬間に目の前に塩辛があったんですよ、うん、これしかないっていう意思で、話のクオリティと顔芸リアクションが全然合ってないわ。期待しちゃってたらなんか面白い話すんのかなって思って。もうこっち、もう全然違いますか？全然違った。いや、そんなことないですよ、もう。いや、そんなことあるわ。冷蔵庫開けたら真ん中に塩辛があっただけの話じゃないか、本当に。えらい引っ張るから、なんかあんのかなって。なるほどね。いや、こんなこと、なんでそんなこと言うんですか、ちょっと。あ、ごめん。なんで言うんですよ、と。ごめん。ピーも先輩とかもちょっと申し訳ないですけど、ちょっとデコピンさせてください。ちょっといい加減にしてください。もうちょっとデコピン出す。もうね、あらーきつね、はい。なんかあれだな、名前とかもそれこそ、俺らも群馬すいます芸人アンカンミンカンとして来た時に、大の字の大谷さんとかがおっしゃってくれたのが、はい、もう名前分かりにくいよって、もっとストレートでお客さんに伝わる名前の方がいいよって言ってくれたのが、上州ボーイズとか、なんか焼きまんじゅう、坊やみたいな、なんかそういう分かりやすい名前にした方がいいんじゃないのみたいなアドバイスをもらって、まあけど今 あの時はやっぱ意地もあってなんか変えれなかったけど、今思えばやっぱありだったなとか思うけど、だからそういう意味で塩辛ちゃんとかはなんかね、ギャグ坊主とか妖怪ギャグ坊主とか、はい、なんかその分かりやすい名前とかの方がストレートに入ってきそうだなみたいなのも一つ意見としてあるけどね。はいはいはい、その冷蔵庫開けて真ん中に塩辛が目の前にあったっていう程度だったら別に塩辛ちゃんにこだわる意味もないかなってでもあの輝きはもう本当にもう、あ、輝いてたんだ、同じの輝きでしたんで。じゃあ塩辛が好きなの？いや大嫌いですまあ1年半やらせてもらって、うん、このお笑いその、まあ、ぶっちゃけあの今コロナがすごくてです、うん、まあ、なかなか東京のネタライブとか、うん、あのお誘い あの DM とかありがたくと、やっぱりコロナというのがあって、でもいろんな方の芸人さん見てみると、この高校生の方とか見てみると普通にあの大阪とか東京に行ってる方がいて、うん、自分もしたいんですけど、あの自分あのおばあちゃんと一緒に暮らして、うん、
まあ、その時、もし東京に行ってコロナに自分が感染したってだとして、それでまあ、家へ戻ってきて、それでまあ、家族、おばあちゃんに感染した時の重大さ、もうやばくて、もうお笑いどころじゃなくなっちゃうんで、そのまあ、東京には行けなくて、まあ、地元でお笑いライブとか、まあ、なんか単独ライブとかやってみたいなっていう形もあって、こういう、もし、そのネタライブとかがあったら、もし自分で作るとなったら、そうですね。まあ、どうすればいいのかなと。なるほど。まず、塩辛ちゃんの決断、そのおばあちゃんのことを考えてっていう決断は、本当に、優しいな、素晴らしいなって思います。はい。間違ってないと思います。はい、で、そんな中で、自分が今できること、やれることをやっぱり夢に向かって、まあ何か探して抗ってるっていう姿も素晴らしいななんて思いますし、で、まあ多分そういう話を聞いたら応援してあげたいなって、人の心は動くだろうななんて思うんで、まあ良くも悪くもそういう、なんだろう、人の応援をもらうための、これもだから結局自分の見せ方だと思うんだけど、意識した方がいいなって思う。なんか何にも考えずにふわふわ空気読まずにギャグ連発するやつって思われた方がいいのか、まあ、はい、ある程度ちゃんとしててちゃんと考えてて、でその上でステージの上で皆さんを元気にしたい、笑顔にしたいからおちゃらけてますよっていう塩辛ちゃんでいきたいのかっていうのは、なんかまあまあちょっと早いけどな、まあなそういうところはこの選択肢としてあるよっていうのは今のうちから頭の隅っこにでも置いといたらいいなと思うよね。はい、で、はい、分かる。ライブだよね。ライブで言うと、やっぱ、この今、俺もそんなに知らないけど、吉本にしても、今まで、それぞれの芸人さんが、限られた何、何、はい、お客さんを収納できる箱っていうところで、やっぱりお笑いでもやってると、はいはい、お客さんが来てくれて、お金を払ってくれて、それでライブができて、それがお金につながってっていうことだと思うんだよ。で、売れるまでは本当にプラスが出るか出ないかみたいなところだと思う。はいはい。なんだったら自腹を切るライブがあったりみたいな中で、今それがオンラインに変わったら、はい。全国各地から見ようと思えば見れるって言って、お客さんのパイが完全に広がってるっていう中で、はい。そこをやっぱうまく使うっていうのは一つ考えといた方がいいだろうなって。だから、ピンチチャンスの理論じゃないけれども、今のこのピンチだよね、言うなればね。今まで当たり前だったことができなくなってる今で、じゃあ何が最善かっていうのは、自分の得手不得手と、できることできないこととか、得意なこと、得意じゃないこととか、いろいろ踏まえた上で、どういう選択肢が一番いいのかなっていうのは、まあ、多分これも頭の中で考えるより、やってみて、これは違ったなとか、これちょっと合ってたなっていうことでしかないと思うから。はい。なんかそういうことか。だから、しょうがちゃん多分ね、癖としても、一個一個 やれる限り一生懸命やるっていう癖は多分ついてるみたいだから、はい。その一生懸命向き合ってて、やっぱりこれが何がダメだったとか、これのどこが自分に合ってたとか、楽しかったとか、お客さん喜んでくれてたとかっていうのは、多分見れる能力はあるんだろうから、なんかそれを積み重ねていけば、ちょっとずつちょっとずつ正解の方に塩辛ちゃんに合ったものになっていくんかななんていうのはちょっと思いましたけどね。ああ、なるほど。はい。そうですね。ああ、ありがたいです、本当に。やっぱオンライン、やっぱインスタライブとかでもやったりしたんです。うん。その、今からギャグ100発やりますよっていう、インスタライブやってて、でも、最初20人ぐらい、来てくださって、でもそのまま途中からまあ5人ぐらいになっちゃったりして、うん、まあもう数も1人、まあ0人になるまで、まあその1人の方はまあ笑わせる、うん、まあという形でやっていて、やっぱりそのやっぱこのあまりこのそこまでもう本当にまあ土底辺のもうギャガーなんで、やっぱそういうのを開いた時にお客さんが来てくれるのかなっていう心配もあって、なかなか手が出せづらいっていうのが。いや、お客は来てくれないよ。どうするね、もう本当に。客ゼロでも、客1でも、まあ俺もさすがにゼロはやったことないけど、1、2、3、4で、ちょっとずつ、ちょっとずつ。で、ようやく10に増えたと思ったら、それが5に減ってとかだったりするよね。はい。うん、でいきなりドカンと増えたりみたいなところで。
だそれでもね、あの惰性であのなんか適当にやるんじゃなくてつどつど一生懸命やって、例えばだからギャグ100発やるのが見る人からしたらしんどいんだなってなったら、時間区切ってしっかり決めてギャグ10発とか、もう急に消えたりもギャグ10発とかっていうのがあの喜んでもらえる数なんかなとかっていうのもあるだろうから、なんかそういうことなんかなと思うけどな。何でもない誰も知らない人間がやるっていう時に、はい、ギャグを見る上で笑いやすいような塩辛ちゃん説明書が最初に出てくるとか。あ、なるほど。はいはい、はい。そうだね。街中でやっぱさ、いきなり知らないやつにギャグやられたら笑う体勢も整ってないじゃんか。そうですね。で、それが通常お客さんが学校の塩辛ちゃんのことをなんとなく知ってる人間にやって、笑ってもらってるっていうのはやっぱりちょっと笑いのハードルが全然違うじゃん。ああ、そうですね。確かに。なんかそういうところはあるよね。TikTok、その、まあ、勝負ギャグ、うん、まあ、笑わせたいという形でやってて、うん、まあ、そっから、まあ、誘導で YouTube とか、インスタとか、流れてかなっていうのがあって、うん、やっぱり最初上げたギャグ、やっぱ最初ってやっぱバズりやすいって聞いたんで、うんうん、伝わりやすいこういうギャグがあったんですけど、うん、肉かいくう肉かいくうっていうギャグを上げたところ、うん、それが何伝わりやすいギャグなの？最初のこの陸上陸かいくうっていう、うん、出た後にこれをやるっていうのがあり、だったら伝わりやすいのかなっていうのがあってやったところ、まあ、2000回再生いきまして。おー、いいじゃん、いいじゃん。で、そのまあ、コメントを、まあ、ハートがまあ、めちゃくちゃ少なく、まあ、コメント、まあ、コメントでは、まあ、やめちまえよとか、あなたの、言っときます。今ここでやめましょうとか、そういうコメントがたくさん来たっていう。だけど、来るよ。だって逆の立場でさ、知らねえ人間のいきなり全力の一発ギャグ見たら、やっぱそのリアクションが正解だと思うよな。まあ、わざわざコメントするやつもどうかと思うけど。もうありがたいですから、もうコメントしてくれるだけ。どうなんだろうな。俺自身がギャグの可能性あんま信じてないからな。なんとも言えないけれども。そうですね。ギャグってさ、振りがあった方が、あれだね、受けやすかったりするよね。そうなんですよね。こんな何々嫌だとかの振りがついてると想像するから、全く皿の状態でボンってやられるよりは笑いやすい。あとね、まあ、あの塩辛ちゃんもやってるけど、もうおなじみの CM フレーズとかを変えてたりするとやっぱり笑いやすかったみたいなのあるから、うん、そうね。それも結局自己分析ですよ。塩辛ちゃんという人間は動きが得意なのか、その、はい、フレーズを変えるようなギャグがあってんのかみたいな、なんかその辺の切り替えだよね。はい、そうですね。はい。左側に何かいるの？お母さんでもいる？そうです。はい。何？左側にお母さんが今いるの？あ、お母さんいないですよ。全然。何を気にしてる今？なんか、なんか、なんかちょっとまあいろんな、まあ、残念が見えたというか、お母さんの。お母さんなんて言ってんの、お笑いに関しては。お母さんは最初はやめときなさい、あなたじゃ無理だっていう、うん、まあ、そっちの方だったんですけど、うん、まあ徐々にまあそういうまあやっていく中で一回だけ結果残してたんですよ、うん、あのニコ生のそういうお笑い番組があって、もっとリアルキッズさんの安田さんが知ってるやつで、うんうん、そこであの視聴者投票でまあ投票お願いしますっていう、見てくださいっていうのがあって、まあ、その時7組中1位にポンって上がれて、おうおう、1位になる、それだったら続けてみなさいよとか、そういう、まあ、毎日頑張ってみなさいって応援するからとい う, おう。すごいすごいすごい。家族一応まあ、協力してくれてる状態ですね。その時はなんでうまくいった？あの、1位のやつですか？ 1 位のやつ、そうそうそう。のやつはまあ、どういう形でお客さんの評価を得て、どういう形で投票を得て、どういう形で1位になれたのかってね、やっぱり絶対原因はあるはずだと思うかな。
どういう、なんで慣れたんですかね。いや、だから分析ができてないんだろう、多分それはな。そうなんですよね。そういう分析だと思う。結局、だからさ、例えばなんだろうな、何にも特徴もない人と、めちゃくちゃ面白いことやる人が2人いたら、普通にやったら面白いこと言う人の方が、まあもちろん勝つよな、どっちが面白いかって言ったら。けどこれを、見せ方変えるだけでもしかしたら何にもやんない、何にも喋んない、たまにボソッと一言言うだけの人が面白くなる場面っていうのもあるじゃんか。はい。こっちの うるさい、いろいろ喋る、面白いこと言うっていう人の方が、輝きで負けることがやっぱりあるわけよ、そういうのが。ああ、はい。で、その見せ方というか、塩辛ちゃんの潜在能力が、できるだけ高い形で出たのが、その優勝1位取れた時だったんだろうから。あ、うん、勝てない打席には立たないじゃないけど。ああ、なるほど。はいはいはい。そういう意味でもいろいろ、まあ、多分これから経験なんだろうな。うん、やっぱ、踏ん張る力とかも大事なのかなというの、まあ、今日改めて、富所さんとお話しして、まあ、気づけたかなという形です。まあ、結局けど、俺もネタ書いてねえからな。詳しいことは分かんないけど、本当に一、はい、人の高校生が、このギャグを、部屋中に貼り付けて食べてるっていう生き様は俺はめちゃくちゃ面白いと思うから、なんかこれもこの動画自体もうまいことを編集できて、塩辛ちゃんを紹介できたらいいななんて。いや、お願いいたします。本当に。もう、そうですね。ちょっと俺が想定してた悩み相談の感じとはもう全然違ったけど、なんか久しぶりにこうやってお笑いの話できて面白かったな。いやもうそうですね、もうこうやって真面目にこう対面で、うん、そのお笑いの話っていうのをする機会が全然ないんで、